サスケたちによって捕獲されたと思われていたキラー B だが、変わり身の術を使って暁からまんまと逃げおおせる。だがそのことを知らないキラー B の兄雷影は激怒し、五影会談を行う手はずを整える。その頃、木ノ葉隠れの里では変異襲撃により負傷した綱手に代わり、強硬派の志村団蔵が火影に就任する。団蔵は今回の会談を成功させ火影としての足場を固めようと考えていた。互いの思惑がぶつかり合い、会談は白熱するが、突如そこへサスケ率いる鷹が襲撃を仕掛ける。火影である団蔵はサスケにとって最優先の復讐対象であった。しかしサスケが刃を振るうその前に雷影が立ちはだかり戦闘になるのだった。我が弟 B の仇、この雷影自らが取ってくれる。俺の目的は団蔵のみ、それ以外は潰す。邪魔をするな。しどい。僕らも援護するよ、サスケ。戦闘何もどうか。しどり。およく。戦闘投げつ。遅い。およく。そろ終わらせる。たまれ。五影が俺の邪魔をしても無駄だ。うちははその上にある。遊びはここまでだ。そろそろケリをつけてくれる。団蔵を狙うサスケ、迎え撃つ雷影、互いの身を削り合う凄まじい死闘が展開される。雷影をなめるな。だがそこへ風影ガーラが割って入るのだった。かつて中忍試験のライバルであったサスケにガーラは投降を呼びかける。サスケは昔のガーラのように憎しみに取りつかれ、
孤独に囚われていた。憎しみに取りつかれ、一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。俺は闇を歩く。お前の言葉を聞く気はない。ガーラは涙を流すと、責任ある風影としてサスケに引導を渡す決意をするのだった。サスケ、お前の目は昔のままだな。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきた。憎しみに取りつかれ、一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。シード。で、俺が帰ったとして、そっちには何が。ガラ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。そもそも五影階段を襲撃した時点で国際手配される。トロミチ、こいつに未来はない。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきた者だからこそ、小さな光明。うおー、くたばれ。俺の目的は闇の中にしかない。なかなかの小僧じゃったが、ここで終わりじゃぜ。お前に恨みはないが、忍びの皆が死を望んどる。じゃあの。神遁限界剥離の術。サスケは負傷し追い詰められるが、乱入したトビによって救われる。トビは影たちに自分の目的である月の目計画を語る。美獣の集合体十尾を復活させ、自身がその人中力となる。そしてその膨大なチャクラで現実を月に投影し、全世界に無限つくよみをかける。現実により争いのない世界を作ること、それがトビの目的だった。残りの8尾と9尾を差し出せというトビの要求を影たちは拒否する。俺には力はないが、これまでに集めた美獣の力がある。お前たちに勝ち目はないぞ。希望は捨てない。いいだろう。交渉は決裂し、トビは第四次忍界大戦を宣戦するのだった。
団蔵は五影階段の場から離脱していたが、トビの手引きによりサスケと交戦せざるを得ない状態となる。静かに殺意をたぎらせるサスケ。しかし追い詰められたはずの団蔵は不敵にもサスケの目を奪うと宣言するのだった。お前は俺が潰す。小僧が。忍びの本質は闇。それが分からぬお前はここで果てよ。貴様を始末する前に一つお前に聞いておきたい。お前を含む木の葉上層部の命令で内海たちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、死ぬ際にすべてしゃべりおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。黙れ。これが目で語る戦いだ。うちはをなめるな。わかったか。俺の絶望はお前の闇をも飲み込む。これが目で語る戦いだ。うちはをなめるな。ここからが目で語る戦いだ。わしは倒れぬ。わしは改革者。わしの足を止める者は許さん。忍びの世のためにわしは前に進む。兄さん、まずは一人目だ。復讐の対象の一人であるホカゲをサスケはためらうことなく切り捨てたのだった。サスケが団蔵を葬った直後、サクラがその場に現れる。
さくらはサスケを制止しようとするがかなわず、本気の殺意を込めた一撃を受けそうになる。あわやのところでナルトが割って入るのだった。もう少しで答えがわかる。そんな気がする。この一戦で答えを見つける。潰してやるよ、ナルト。サスケ、イタチの真実ってのマダラってやつから聞いた。嘘か本当かはよくわからない。けどどっちにしてもお前のやってることはわかるってばよ。わかるってんだ。何が。親も兄弟もいねえてめえに何がわかる。今黙ってろ。てめえはここで潰す。つながりはもう断ち切った。親友をするのはやめろ。俺の憎しみは枯れない。木の葉を潰すまではな。お前の憎しみは俺が受け止めてやる。俺はお前とのつながりを守るってばよ。サスケ、俺はお前と会えて本当によかった。もしかしたら、サスケ、お前と俺が逆だったかもしれねえ。螺旋丸、千鳥。ナルトとサスケ、今や互いに一流の忍びとなった二人は、刹那の応酬で言葉以上の思いを交わしていた。何にもなかった俺がつながりを持てた。第七班で任務やってよ。お前みたいになりたくてずっとお前を追いかけた。だからサスケ、これまでずっと言いそびれてたけど、俺はお前と会えて本当によかった。だがサスケはナルトが何を言おうと変わらないと答える。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。
友達だからだ。いいだろう。お前を一番に殺してやる。俺ってばまだお前にちゃんと認めてもらってねえからよ。そしてこの木ノ葉の里の者たちはナルトも含めて全員始末すると言い放ち、トビと共に姿を消すのだった。トビの宣戦布告を受け、世界初五大国による忍び連合軍が結成される。その方針として人中力であるナルトとキラー B は防衛のため雲隠れの里の孤島に隔離することが決定された。同じ人中力同士、二人は意気投合し、ナルトはキラー B から美獣をコントロールする術を学ぶことになる。美獣をコントロールするには己のチャクラで美獣のチャクラを奪わなければならない。しかしそれは己のチャクラを逆に奪われる場合があり得る危険な賭けでもあった。わしの力をコントロールするつもりだな。わしに勝てると思っているのか。やってやる。体力を削るのが優先でないとチャクラは奪えません。分かったってばよ。八尾の暗夜で作るぜ。隙を呼び出す瞬間見極めろ。気を九尾の攻撃、かなりの驚き。箱足呼べば止めるぜ。衝撃、必要な時に俺を呼べ。最高の助力をしてやる。いいえ、
からすると貴様は小さな。いつでも行けるぜ、チェゲラッチョ。怒らせたな。茶番は終わりだ。させるか。協力はここまで。サンキュー、タコのさん。アルト、お前はわしをコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部にすぎ。俺は憎しみに支配された。お前がどうさてもその断りはどうにもならん。だからって俺がおちょけついて何もしねえで、憎しみの連鎖は俺が終わらせる。九尾のチャクラのコントロールに挑むナルト。だが憎しみの塊である九尾の影響を受け、憎悪の声に飲み込まれそうになる。その時ナルトを励ます者があった。あなたはここにいていいのよナルト。ずっと会いたかったってばよ、かっちゃん。邪魔をするな、クシナ。
ミナトはあなたがキュービの力をコントロールするときのために私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。ナルトの力になれるようにって。何さっきから私の顔に何かついてる？母ちゃんが美人な人でよかったなって。あら、そりゃどうも。髪は父親にだけど顔は私に似ちゃってごめんなさいね、ナルト。なんで？美人の母ちゃんになら俺ってば美男子ってことだろ。それに母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだし、そっちも似たかったってばよ。私の赤い髪を褒めてくれた男はこれで二人目ね。そうなの？じゃあ一人目は？もちろんあなたのお父さんよ。あのさ、これ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ、父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったの？私と湊が初めて出会ったのはまだ二人が幼かった時。私には少し特別なチャクラがあってね、それを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの。その時連れ去られていく中で、私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの。敵に気づかれないようにね。木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけど、それでもなかなか見つけられなかった。私は国境の間際まで連れて行かれてもうダメだと思った。でもその時、そこだ。そう、ミナトが唯一駆けつけて私を助けてくれたの。ただ一人私の赤い髪に気づいてくれた。綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれた。この大嫌いだったただの赤い髪は私の中で運命の人を連れてきてくれた。運命の赤い糸になってくれた。それ以来自分の髪を好きになった。そして何より湊を大好きになった。私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの。受け取ってくれる？ナルト、あなたを愛してる。母の愛を受けたナルトは憎悪の声から解放され、再びキュービに立ち向かう。力が溢れる。今なら行ける。この勝負俺が勝つ。死ぬ気だ。落ち着いて、キュービの動きをしっかり見れば勝機は見える。おう、そうだ。いい気になるなよ、ナルト。
かりわよ。キュービを沈めた後、クシナはナルトを人中力にしたことを詫びるが、ナルトは感謝の思いを伝える。自分は幸せだと。自分が両親に確かに愛されていたと分かったから、父と母の子でよかったと。ミナト、聞いてる？私たちの思い、ちゃんとこの子に届いてたよ、ナルト。私を母にしてくれてありがとう。ミナトを父にしてくれてありがとう。私たちのもとに生まれてきてくれて、本当にありがとう。俺は木の葉の忍者、渦巻ナルトだ。夢は火影の名を受け継ぐこと、そんで先代のどの火影をも超えてやること。そんで父ちゃんよりかっけえ男になる。そんで母ちゃんより
強え忍びになる。